揺さぶるような感じで赤番のホームです。流動と距離を取っていた8番浅見はこの2人近畿中部勢を抑え送り出していきました。6番本田もすかさず前に踏んでいって今度は2番佐川を叩いています。5番三浦も若干乗り換え気味でしたが8番浅見が再び進撃。残り1周半です。6番本田は阿久津の内で粘ってきそうで3番高橋は4番佐藤と絡んでいる。さあ8番浅見の後ろ取り合ってこの後ろホーム戦から2番佐川翔吾がロングスパートで応戦です。前段一のみ2番佐川翔吾そして7番山内拓也乗っていくのは5番三浦雄太今日は追走していきました。8番の浅見から切り替えて1番阿久津修ですがなかなか車が進まない。そして3番高橋正幸が今度は内を救ってきますが先頭は2番佐川翔吾後ろを見て7番山内が直線追い込んでくる。3番手5番三浦雄太か7番山内拓也差し切って後輪2着は2番の佐川翔吾